皆さんこんにちは、ヤッシーです。毎日暑い日が続いてますけど、元気に過ごしてますか？私は結構夏が苦手で、クーラーとかでね、結構冷えちゃったりするので、少し夏バテ気味かなって思ってるんですけど、これね、見て、可愛くないですか？そう、ちょっとアジアンテイストなバッグなんですけどね、可愛いですよね。結構ね、物も入るんですよね。中、見てみます？そしたらちょっと今、出してみますね。よいしょ。そう、結構ね、たくさん入ってて、これでしょ、ね、こんなにね、入ってるんです。はい、ということで、すいません、下手な演技に付き合わせてしまって。ということで、今回はこちらのヤシの実の殻から作られたエコタンという炭のご紹介と、あとはこちらですね、あの8月の5日に発売されたばっかりのファットスティックファイヤースターターといって、松の木の端材を使って作られた着火剤ですね。で、こちらとこちらをちょっとご紹介していきたいと思います。ではエコタンの方から見ていきましょう。炭って私はあんまり詳しくはないんですけど、今あの売られている木炭っていうのは、主にあの東南アジアのマングローブを伐採して作られてるそうなんですね。で、その点このエコタンはココナッツオイルとかココナッツミルクを抽出した後の、あのヤシの実の殻を成形して作ってるそうなんで、すごく自然に優しい炭になってるそうです。サイズが3つ用意されていて、3キロと5キロと15キロがありました。で、3キロはクラフトパッケージの紙のパッケージに入っていて、で、こちらのかわいいかわいいバッグ型は、5キロになりますね。で、こんな感じでいぐさで編まれてるそうで、持ち手はね、麻紐になってますね。かわいいですよね。なんで使い終わった後とかも、あのキャンプギアを入れたりとかもできるそうなので、結構この5キロはおすすめかなと思います。で、15キロの方は段ボールに入って販売されてます。パッケージもすごく可愛くて、これがノンラーっていう木の葉っぱでできた帽子をかぶっている女性が、自転車のカゴに、まあ、フルーツとかヤシの実を乗せて売り歩くっていう光景が、あのベトナムではよく見られるそうなんですけど、それをモチーフにして描かれてるイラストだそうです。で、多分これがヤシの実で、これが炭が乗ってるのでエコタンなんですかね。で、これヤシの実の殻のところを走ってるっていうイラストになってて、すごくね、凝ってますよね。はい、では炭を見ていきましょう。こんな感じです。
てヤシの実の殻を成形して作っているそうなんですけど、作る時に化学系の接着剤とか着火剤を使用しないで天然のでんぷんで成形してるそうなので、燃やした時に有害な物質が発生しないそうです。なので食べ物とか焼く時とかも安心して使えるそうです。で、あとは煙が少なくて嫌な匂いとかもしないし、はぜづらいっていう特徴があるそうなので、お子様がいるご家庭とか、あとはペットがねいる方とかにも使いやすい炭になってるそうです。で、火のつけ方はバーナーでつけるのがおすすめだそうです。で、着火剤が入ってないので最初ちょっとつきにくいみたいなんですけど、一度ね燃え始めると安定して長く燃えてくれるそうです。で、一般的な木炭と比べて約2倍も燃焼時間が長いそうです。すごいですよね。で、ここに穴が開いてるんですけど、これが空気穴になっていて、灰になっちゃってね形が崩れるまではここから空気が通るので長く火力が保てるように作られてるそうです。すごい。炭の使う量の目安としては大人1人が1キロぐらいが目安になってるそうなので、この5キロだと大人5人分ぐらいっていう感じで購入するといいみたいです。あとはこちらのバッグですね。ここに留めるのもついてますね。よいしょ、こんな感じで、実際にちょっと何か入れてみようかなと思うんですけど、これ LED ランタン、これとかも、よし、余裕で入りますね。あとはカセットボンベとかも全然余裕です。まだまだ結構よいしょ入る感じなので、で、こうちょっと縦長のトングとかああいうのとかを入れてもいいかもしれないですね。で、次にファットスティックファイヤースターターですね。で、こちらは廃棄されてしまう松の端材を使って作られている着火剤になっていて、こちらも化学物質とか無添加になってるそうなので環境に優しい着火剤になってるそうです。で、松って樹脂を多く含んでるので、なんか昔から松明に使用されていたりしてすごくよく燃えるそうなので、あとは防水性も高いので着火剤にすごく適しているそうです。で、これをフェザースティックにして火起こしをするとすごく付きが良いそうです。こんな感じね。なので焚き火とか薪ストーブとか暖炉とかの焚き付け剤として使えるそうです。なんでこちらもまたキャンプの時に使って動画でご紹介していきたいと思います。両方ともアンクル B さんの商品になっているので、ホームページを見ていただくと、特徴だったりとか他の炭との違いとか、あとは着火方法とか詳しく載っているので、知りたい方は概要欄の方にリンクを貼っておくので見てみてください。本日の動画いかがだったでしょうか。今
回はこのエコタンとファクトスティックファイヤースターターのご紹介だったんですけれども、このね両方とも天然素材でできてて、自然に優しいっていうのがすごくいいなと思いました。で、あと一番気になってるのはこのエコターンが煙が少なくて匂いもしづらいっていう特徴があるそうなので、結構服とかね髪に匂いがついたりするのがちょっと気になる時があるので、なんか早くねちょっとこれがどんな感じか使ってみたいなって思いました。で、あとはねこちらですね、この間焚き火の動画を出したんですけど、全然ね火がつけられなかったので、ぜひこれでフェザースティックを作って火を起こしてみたいなと思います。で、両方とも使った動画をまた出していきたいなと思っているので、また見てみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ではまたねー。